重要な柱だとおっしゃいました。ちなみに大臣、年金はお受け取りになってらっしゃいます？麻生大臣、受け取っていないと存じますが。すみません、大臣79歳、大串君、ごめんなさい、79歳でいらっしゃいますけれども、受け取っていないと思います。ご自分が年金を受け取っているかどうかもご存じない。今、事務方の方から寄せられてますけど、後ろの方から聞かれないと自分が年金を受け取っているかどうかも分かられない、そういうことですか？麻生大臣。後ろのもあまり私 の, 施設の秘書ではありませんので、そのこと詳しいわけではありませんから、知ってるというように誤解されてんだったら、それは本人も迷惑しますので、そうやって撤回されている方がよろしいとかと思いますが、少なくとも年金は今受け取るとか受け取らないとか、この話はずいぶん前から私の秘書から聞きましたので、任すと。このことに関してはどっちの方がいいかと、今受け取るべきだとか先に伸ばした方がいいとか、あの時ずいぶんいろいろ意見が分かれてましたので、その時にはこの件に関しては君に任すということを言った以来、私はこのことに関して正確な記憶はありませんので、あらかじめご質問をいただいたらここでご質問をいただきますが、今日この質問はあらかじめ通告にはなかったんじゃないですかね。その通告以外の話ですと、今の話をされて、それで後ろの秘書の方がどうたらこうたらなんて言って、秘書も迷惑しますので、よろしくお願い申し上げます。大串君。いや、すいませんね、大臣、通告もしないで、年金を受け取ってらっしゃるかどうかという質問だったもんですから、さすがにこんな質問であれば、通告しないでも即座にお答えになるだろうなと思って、私、通告もする必要ないだろうなと思って聞いたんです。それを今、お答えになってらっしゃらないということは、すいません、きちっと正確なところは通告して、また聞く、また機会に聞きますけれども、今、年金を受け取ってらっしゃるかどうかというのは、今、ご自身ではご存じないという、そういう理解でよろしいですか？麻生大臣。その時の会話の記憶以外、ちょっと正直ありませんので、今の段階でどのような、どちらが正確か、今受け取ったかもしれませんけれども、後でお前受け取ってねえじゃねえかと言われるとあれなんで、正確なところをお答えさせていただくためには、時間をいただければ、次回、こういった機会があればご答弁をさせていただきます。今すぐお式になりたければ、後で秘書に追告するなりしていれば、来週でもお答えできると思いますが。大串君。驚きました。年金をもらう年齢に入っている方が、自分が年金をもらっているかもらってないか、知らない人いるか、私、いないと思いますよ。それどころか、年金をもらう年齢になる前から、自分の年金はどれだけになるのかな、暮らしていけるのかな、まさにこの報告書にあったようなことをみんな考えて生きているんですよ、不安に思いながら。それが世の中なんですよ。自分が今、大臣79歳でいらっしゃると思いますけれども、自分が年金を受け取っているかどうかすら知らないというような、お立場でいらっしゃる、それはご個人のことですから、私、とやかく申し上げません。しかし、国民が持っている年金に対する不安、極めてセンシティブな感覚、そこに寄り添うような発言であったとは、とても私、思えないんです。ちょっと大臣の年金、これまでの、ね、プロフィールを見させていただくと、会社員でいらっしゃった時期もあられますし、かつ国会議員として長くお勤めでいらっしゃいました。ですので、普通に考えると、厚生年金、そして国民年金、議員の間は国民年金もありますが、国民年金、そして国会議員互助年金というもの、これが支給されるということになるんだろうというふうに思うんですね。ちなみに大臣、ご存じないでしょうから、お尋ねしますと、国民、国会議員互助年金、もう廃止されましたけれども、大臣ほど長く議員経験をされた方でいらっしゃれば、10年間勤めれば、400数十万円の年間、年金をもらえることになっています。受け取るときには15万円マイナスになるんですけれども、議員の活動が10万円を超えれば、毎年8万円ずつ増えていって、500万円近く年額がなることもあるんです。それを 15% 引きで毎年議員を辞めた後得られることになる。大臣自身、老後の年金不安を、大臣、よろしいですか？大臣自身、自分の老後、年金の不安、年金で大丈夫かなというふうなことを考えられたことはありますか？麻生大臣。私自身が自分の年金がいくら入ってくるであろうかということを真剣に心配したことはあるかというご質問でしょうか。
これも事前通告にはなかったと存じますから、私どもあれですけど、確か私の記憶ですけれども、議員年金が廃止になったときはちょっと正直驚きました。50年勤めた山中定則ゼロということで亡くなられましたんで、わあ悲惨なことになるんだなといった時の年金の記憶がすごくありますけれども、今65歳からもうだいぶ経ちまして、14年経っておりますんで、だいぶ時間が経っておりますが、その意味でその時の年金をどうたらって話があった以来、ちょっと正直記憶がありませんので、私自身は年金がいくら入ってきてどうであろうかというのを心配したことがあるかということを、自分の生活として心配したことがあるかということはございません。委員長、大串君。まあ、心配したことがあるかどうかというのは ご自身のことですから、私がとやかく言うことじゃありませんが、少なくとも国民の年金に対する不安に対しては極めて感度強く働いていただきたい。その意味からすると、今回の報告書を亡き者にする、国民の不安が蓋をされるように抑えてしまう、そんな行政をやる金融担当大臣、私は任にあらずではないかと言わざるを得ないということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。これが財務大臣では、日本が沈没するのは確かだ。